阪急観光バスの高速路線車。阪急観光バス株式会社は、大阪市北区日本社を持つ、阪急バスの観光バス部門を切り離し設立した、子会社かつ、阪急阪神ホールディングスの連結子会社である。観光バス事業の他に、高速バスを、親会社の阪急バスから一部移管されて、運行を担っている。企業成立までの流れとしては、 阪急電鉄が発起し、関西大手私鉄5社の共同経営による、関西観光自動車の設立が元である3月末日。同社は観光バス専業者だけにとどまらず、日本航空と契約して、伊丹空港大阪市内の空港輸送、極東航空とも業務提携し、空港送迎バスの運行も始めた。共同運営していた各鉄が自身で、 貸しりバス事業に進出したことで、1954年12月に阪急電鉄直系となるが、経営の不合理を排除するために1962年4月に阪急バスに吸収合併される。これにより、阪急バス観光課が新設された。この後、 空港輸送については1963年6月に日光と共同出資による大阪空港交通を設立し一方の観光部門については満国博輸送の後に関西大倉学園、足ア屋ア学園等の通学輸送を開始京都地区の観光事業の廃止などにより一部事業が縮小していくことになるこうした流れの後1987年に 阪急バス貸し切り部門を分離して阪急観光バスが誕生した。阪急バス本体からの移管により、大阪渋谷、新宿、池袋線、大阪稲線、福井大阪線、大阪綱、洲本線、並びに2009年4月1日から、全た田市バスが単独運行していた大阪、湯村温泉線一往復の運行にも参入している。 かつては2003年より、九州方面への運行を、阪急バスより遺憾を受けて行っていたが、現在はいずれも廃止されている。夜行便未明の草津 PA で休憩する、車東号京急便と池袋線、阪急便、東合前に撮影、大阪渋谷、新宿、池袋線、京王バスと共同運行。池袋駅東口、バスタ新宿。 渋谷マークシティ中央道、三鷹中央道、八王子高速長岡京千里中央駅、千里ニュータウンマイナス新大阪大阪梅田、ユニバーサルスタジオジャパン大阪駅は、池袋新宿渋谷中央道方面の順で、大阪発は、中央道方面新宿渋谷池袋の順で、停車する。中交便塗装は、阪急バスの高速、貸切車と同じデザインで、 阪急バスとの違いは、前面のシンボルマークと側面の阪急のロゴが、阪急バスは色がシルバーなのに対し、阪急観光バスはゴールドとしている点である。阪急バスから引き継いだ当初は、三菱不走車がメインであったが、その後は大型4メーカーすべてが揃い、日産ディーゼル車が引退した後は、国内3メーカーが在籍している。高速車も、 阪急バス本体から遺憾を受けた当初は、同社からの遺跡のために西日本車体工業製三菱不走であったが、プロパーで購入した車両は純正ボディ車や日野、セレガを採用するようになった。シャバンは、以前は阪急バスと共通で、年式メーカー別3桁の数字であったが、2003年に車両区分記号を冠したシャバンが登場。 さらに2020年現在は下3桁の数字のみで示している。また、2003年以降はナンバープレートに希望性番号を導入している。ありがとうございます。